サラベツ村で昨日行われたテスト。観測用ドローンが農地を撮影し、そのデータをもとに別の大型ドローンが作物の育ち具合を自動で判断して効率的に肥料をまきます。ドローンに肥料をまく量を自動で調整させる試みは道内では初めてです。サラベツがスタートとして、この技術が全土に広がっていってですね、農家さんの助けになればいいかなと思っております。サラベツ村では数年以内の実用化を検討しているということです。